Thank you for tuning in to faith connection. カアサンテニサナ、ココアコモジェナシ、コエネ、シアノ、ワイマニ。お brigado por シントニザー、コネクションダフェ。グラシアス por シントニーノンナコネクションダフェ。結ばれる真実をご覧いただき、誠にありがとうございます。一緒に神様の真実に結ばれましょう。皆さん、こんにちは。ジョージア州のアトランタにあるライトハウスグローバルスタジオから放送しています。宣教師の大石コです。よろしくお願いします。 最近、新しく Facebook ページも作りました。この番組の、ね、えっと、ムスバイルズ真実というふうに Facebook に検索すると、そのページにたどり着きます。もし、質問だったり、コメントだったりがありましたら、そっちに、えっと、まあ、そのページにクリックしてください。今回は、ね、えっと、キリスト精神というシリーズを続けたいというふうに思います。武士道精神があるのと同じように、キリスト精神、 ね。クリスチャンがどういうふうに良い道を生きればいいのか。そういうことはちゃんと聖書にも書いてあります。武士郎たちはちゃんとね、武士の生き方というふうに、ね、その一つの一本の生き方がありますよね。同じようにクリスチャンもそのイエス様が私たちに生きるべき道を歩むために、どういうふうに生きればいいのか。 ということを習いたいというふうに思われます。スクリーンをご覧になってください。今回は、慎みの例。ね。パート2というふうになってありますけれども、ね。パート1は、ね。また、えっと、違う聖書の、えっと、話から話した同じトピックで、ね。このパート2は続きというふうな意味ではなく、ね。また違う内容で話しているっていう意味なので、ね。全然、えっと、あの、つないで見なくても全然大丈夫です。 この慎みの礼というものは、私たちが持つね、どうやって心の平安を持てるか。どうやってね、こんなに、えっと、罪に溢れた世界の中で平和で生きることができるのか。どうやってこ,の世にこんなに罪に満たされた体でいいことをできるのか。どうやってその慎みの礼を持てるのか。 ということを見たいというふうに思います。この慎みの霊という言葉は、テモテへの手紙の第2の第1章の第7節に書かれている言葉から、そのまま直接取られています。読んでみましょう。それはテモテへの手紙の第2の第1章の第7節ですね。このテキストから、この箇所から、このキリスト精神というアイディアが生まれました。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と 慎みの霊ですこの力と愛と慎みの霊ということこそがキリスト精神なのです、ね、それで今回は最後にこの最後に書いてある慎みの霊をどうやって持つことができるかさっき言った通りり、ね、どうやってこんなに汚れた自分の、ね、罪であふれた心で良いものをできるかということを習いたいというふうに思います。 えっと、僕が空手を通っていたときにはね、えっと、あの、空手家で自分に対しての一番のこう、えっと、一番の敵というのは相手ではなく自分だというふうに言われました。ね。もちろん、空手ではね、トレーニングのときに相手に対して構えます。で構えるときにね、相手の目をそのまま見なさいというふうに言いながら、しかし、相手に怒るな。 ね、相手は自分の一番の敵ではなく、自分が敵なんだというふうに恐れました。それはどういう意味かというふうにずっと僕は混乱していたのですけれども、ね、初めてわかりました。これ、自分が、ね、自分の弱さを戦うために、武士の精神というものが書かれております。ね、相手の行動は、僕はね、コントロールはできません。しかし、自分の行動はコントロールができます。 ですからね、本当に自分がやっつけられる敵というのは、それは自分ということですね。クリスチャンのね、このキリスト精神も同じことです。私たちにとっての一番の敵はね、えっと、イエス様の名前をね、白状する。ね、イエス様の名前を敵とする人たちではなく、自分の罪、ね、自分の体、自分の行動、それが、 敵というふうになります。その敵をどういうふうにやっつけることができるか、どういうふうに戦うことができるかという点で話したいというふうに思います。今回はローマ人への手紙の第5章から読んでみたいというふうに思います。スクリーンをご覧になってください。ローマ人への手紙の第5章の第1節から読み始めましょう。これは、えっと、ローマ人への手紙の第5章の第1節ですね。これは パウロがローマにあった教会に書いた手紙です。そして、ローマに、えっと、いた、えっと、あの、その教会を通っている人たちは、ね、クリスチャンになったばっかりでした。そんなクリスチャンに対して、ね、パウロという弟子が、どうやってこのキリスト精神を持てるのか、ということを話していたのですね。それはローマ人への手紙の第5章の第1節から読みたいというふうに思われます。ですから、信仰によって義とを認める、 認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますこのイエス・キリストを通して神との平和をというふうに持つのというものですそれはあの罪はね私たちを神様から離れ離れにさせてしまいますこの離れ,離れ離れになってしまった私たちはどうやって神様の道を歩むことができましょうとね イエス様はそのために、私たちのために死んでくださったのです。もっと詳しくは、えっと、第2章に、第二節に書いてあるのですけれども、それも読んでみましょう。続いて第2節ですね。また、キリストによって、えっと、今、私たちの立っているこの恵みの、恵みに信仰によって導きいられる私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。この喜びというのは、 キリストに対しての信仰にある喜びというふうに書いてありますね。これはどういう意味でしょう第3節も続いて読んでみましょう。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。ね。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が慣れ,れた品性を生み出し、慣れ,れた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に 終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心が、えー、っと、心に注がれていられるからですというふうに書いてありますね。私たちによっての、このキリストを信仰してどうやって、ね、この平安を持てるか。そしてその平安の中どでどうやって喜びを得られるか。 という点で最初に話したいというふうに思うのですけれども、イエス様はどうしてこの世に、えっと、この世で十字架で死んでくださったのか。ね。そういう話は、ね。えっと、キリストが死んでくださったってことはね、多くの人に知られています。しかし、どうして死んでくださったのか。どうしてイエス様は十字架で死なななければよかったのか。ね。その内容はアメリカ人でも あまり知る人は少ないというふうに思われます。ですから、今回は、このメッセージに入る前に、そのイエス様の福音、イエス様がなぜ死んでくださったかという内容をちょこっと話したいというふうに思うのですけれどもね、さっき言った通り私たちは罪に満ちています。その罪に満ちている人がどうやって、ね、えっと、いいことをすることができるか。どうやって神様のように生きることができるか。 ね、私たちは罪人として神様から離れている人たちです。でしたら、どうやって神様と共になれるかそして、どうやって罪のない天国にたどり着けるかね。それは一番の質問だと思いますね。えっと、クリスチャンになって、ね。えっと、クリスチャンって、まあ、教会に入りたいんだけど、どうやって天国に行けるのかそれは、 まず最初には、私たちは自分が罪人だというふうに認めなければいけません。さっき言った通り、ね、空手では自分が敵だというふうに教わますよね。そして、自分を敵とするのには自分の弱さを知ってなきゃいけません。同じように、キリスト精神のね、クリスチャンたちも自分の弱さを知っていなければいけません。ね、その自分の弱さというのは自分の持っている罪というふうになります。 その上、その罪の報酬は死です。というふうにも書いておられます。それは、ノーマ人への手紙の第6章の第23節に書かれております。スクリーンをご覧になってください。これは、ノーマ人への手紙の第6章の第23節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。罪から来る報酬は死です。ね。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の 命ですというふうに書いてあります。私たちが持っている罪には報酬があります。それは死という報酬です。ただのね、体が滅びる死だけではなく永遠の死、地獄というふうになられます。それは、えっと、録の第20章の第14節にそういうふうに書かれておられます。読んでみましょう。これは、ヨハネの目示録の第2章。 20章の第14節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。ちょっとページのめくるのがあまりにも大変で、あ、ありました。これは、えっと、録の第20章の第14節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。それから、死とハレスは、火の池に、えっと、池に投げ込まれ、投げ込まれた。これが第2の死である。 私たちがね、罪でもらってしまったその報酬というものは、さっき見た通りのね、ローマ人の手紙の第6章の第23節に書かれているようにね、死というふうになります。それは第1の死だけではなく、その第2の地獄にある死というふうになります。そうでしたら、私たちは皆、罪人としてね、地獄に行く報酬があるのです。その報酬を自分で払おうとしたら、 永遠に地獄に落ちてしまうのです。しかし、神のらさる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命だと書いてあります。この永遠の命はね、この永遠の死、ハレスにあるその地獄の永遠の死と違って、ね、それは永遠の天国というふうになられます。それはイエス・キリストが私たちにくださった、 ね、私たちにくれたその賜物ものなのですね。その賜物ものこそが私たちの天国に送る賜物ものです。それはなぜかと言いますと、イエス様は私たちの罪を払い通すためにね、死んでくださいました。イエス様は自分が十字架に行ったときは自分は罪に満ちていなかったのです。ですから、世界の罪。 ね、世界中の皆さん、過去にいた人の皆さん、未来にいる人の皆さんの罪をすべて抱えることができました。そして、罪を抱えながら十字架に死んだので、私たちの罪とともに、イエス様は死んでくださいました。イエス様はその後、ね、地面に3日いたというふうに書いてありますよね。その3日は、私たちの代わりに地獄に行き、私たちの報酬、永遠の報酬の地獄をすべて 払い通してくださったのです。ただたの3日で永遠の報酬を払い通すというものは、まあ私はわかることではありませんけれども、イエス様は神様でしたから何でもできたのですね。ですから、その3日後、イエス様が舞い上がったのは、ね、私たちの報酬を全て払い通してくれたというふうなことを明らかにするために、舞い上がってくださいました。この理由で、 ヘブル人の手紙の第13章の第5節にこの,ふうにこのように書かれておられます。これはヘブル人の手紙の第 13, 節の第13章の第5章ですね。先章にはこういうふうに書いてあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今、持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず。 また、あなたを捨てない。決して、あなたを離れず。また、あなたを捨てないと。神様は私たちのことを最も愛されていたので、愛していたので、私たちのことを罪人として、地獄に決して捨てることはなかったのです。イエス様が十字架で死んでくださったことにより、私たちはその 神様の義を受けることができました。神様は私たちのことを最も愛しているのです。神様は私たちにね、天国を持ってほしいのです。ですから、私たちに簡単にしてくれました。イエス様がすべて報酬を払い通してし、えっと、払い通しましたから、私たちはそのただ単にその賜物を受け取るだけで天国に行きてしまうのですね。 どうやって見えない神様からその賜物を受け取ることができるかというと、それはローマ人への手紙の第10章の第23節あ、すみません、第10章の第、えー、っと、第9節にそういうふうに書かれておられます。それはローマ人への手紙の第10章の第9節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。 なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らされてくださったと信じるのなら、あなたは救われるからです。というふうに書かれております。それは、ね、イエス様の名前を自分の言葉で、ね、告白して、心から自分が自分のことを、えっと、救ってくれたということを信じるだけで、私たちは天国に行けてしまうのですね。 もう一回読みましょう。それは、もしあなたが口でイエスを死と告白し、それは祈ることですね。ね。えっと、あなた様は私たちのために死んで下さいました。ありがとうございます。というふうに祈ることこそが、その口の告白。それだけではなく、心で信じること。ね。心で神はイエスの死者から、中から蘇されてくださったと信じるなら、というふうに書いてありますね。あなたは地獄から、自分の罪から救われるのですと。 その地獄の報酬から救われるのですというふうに書かれておられます。あなた様ももし心でイエス様を信じるのならば、ただ一回にね神様、どうか私たちの魂を、私の魂をこの報酬から救ってくださいというふうに口で告白しながら心で信じれば誰でも天国に行くことができるのです。ね いくら罪を犯しても、いくら自分が罪人でも天国に行く、この唯一の道というものは、今聖書に書かれている通りのその道というふうになられます。永遠の命としてたった一回やったことで永遠に一生天国に行く、その約束が得られるのです。素晴らしいことですね。でもそれこそが神様の愛というふうになられるのです。 続いてまたスクリーンをご覧になってください。ローマシーの手紙の第7章から、そのパウロという人がどうやってその自分の体の中に罪があるままに、ね、どうやってその罪を戦ったかという話を見てみたいというふうに思います。 えっと、それを話す前に、今日のえっと、今日の、えっと、内容を話すのがちょっとだけ、えっと、忘れてしまったのですけれどもね、どうやってね、罪の中にいる間、慎みの礼をね、えっと、持てるか。それはもちろん、イエス様を自分の心にしてね、イエス様を自分の心に呼んで、初めてその慎みの礼を受けることができるのです。ね。それで、私たちが慎みの礼があるからこそ、どうやって、 どう私たちの人生を影響するのか今日はそういう点で3点話したいというふうに思うのですけれどもさっき言った通りね私たちは罪の報酬から解放されていますね私たちは慎みの霊があるからこそ私たちは罪の報酬から解放されていますねそれが前それが第1のね影響ですね 罪みの霊が入った途端に私たちはね、えっ、ー、と、罪の報酬から解放されました。天国に行けるそういう平安、心の平和が生み出されるんです,ですね。しかし、この地球にいる間はまだ罪の世界と、この罪の体の中にいる間です。そんな私たちがどうやってね、この地球にいる間に平安を持てるでしょうかそれは、えっ、ー、と、パウロも戦っていた 内容です。パウロの,自分,対しての自分に対しての戦いを読んでみましょう。それはローマ人の手紙の第7章の第14節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。私たちは立法が霊的なものであることと知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。私は 自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分、すみませんね、ページをめくります。自分が憎むことを行っているからです。その憎むことというのは、その罪のことですね。そして16節には続いて読みます。もし、自分のしたくないことをしている、えっと、しているとすれば、立法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのはもはや、 私で,は私ではなく私のうちに住みついている罪なのですというふうに書いてありますパウロはここで自分の罪自分の中に入っている罪を言い訳として、ね、悪いことをやっていたのではなくどうしても、ね、自分がどう努力しても、ね、いくらキリスト精神を持って正しい道を歩もうとしても自分の体には罪が えっと、罪が済んでいますから、ね、どうしても罪をしてしまいます。それはパウロだけではなく、私たちも罪人として、同じ罠に入っていますね。こんな自分の体でどうやって、その、えっと、そうやその、えっと、あの、まあ、ビクトリーを、その,あの、あの、報酬を、えっと、自分の罪の報酬は全部払い通したのですけれども、どうやってこの罪に勝てるか。 どうやって自分の罪に対して戦えることができるか。ね。パウロもそれに混乱していました。ね。18節にもこういうふうに書いてあります。私は私のうちすなわち、私の肉のうちに善が住んでいないと、いないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思って、 もう善をを行行わない行わないいいで、ね、帰っっててしたくない悪を行っていますそれはみんなこういう経験はしたことありますね。どうしても良いことをしたいのについつい罪をやってしまいます。ついつい人を害すつもりはないのについつい、ね、人の気持ちのことを害してしまいます。こんな私たちはどうやって正しい道を生きれるでしょうかもし私たちは 私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。ね。すなわち、私は、内なる人としては、神の立法を喜んでいるのに、私の体の中には、えー、と、異なった立法があって、 それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の立法と取り越しにしているのを見,見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるので,でしょうかそれはパーロが聞いた質問も私たちが聞いた質問も同じ答えがあります。その答えこそがこれです。 私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝しますですからこの私は心では神の立法に使え肉では罪の立法に使えているのです、ね、私たちはイエスキリスト様のお許しがあるからこそ、ね、私たちが、ねえー、っと正しい道を歩もうとしている人たちが、ね、ついつい罪を犯してしまったことに神様は決して憎むことはありません そんな私たち、そんな罪に満ちている私たちにも、神様は使うことができるのです。ですから、ただ単に罪の報酬から解放されているだけではなく、私たちは、みの霊があるからこそ私たちは、罪の戦い,が、えー、と戦いをする、罪に対して戦う、ね、意味があるのです。私たちが罪に対して戦うことは、決して無駄にはなりません。どうしてかと言いますと、 イエス様がお許しになってくれるからですそんな大好きな神様に対して、ね、正しい道を歩もうとすることが、それだけで、ね、神様は満足なのです。ね。コリントジへの手紙の第一章の第十五節を読んでみましょう。ここにも、ね、有利の、優勝の、ね、その希望がを出す言葉が書かれております。しかし、神に感謝すべきです。神は、 私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。イエス様の名前を通して、その罪に対しての勝利を持てることができるのです。このように私たちはただイエスを見つめ続ければ良いのです。ね、もし罪をしたいというふうな気持ちが出てきてしまったら、その慎みの霊を使ってその罪を見つめるのではなく、ね、イエス様のことを見つめ続ける。 のですそれはヘブル人への手紙の第12章の第1節から書かれておられます。それはヘブル人の手紙の第12章の第1節ですね。聖書にはこういうふうに書かれておられます。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切主にとまつわりつく罪とを捨てて、 私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けるようではありませんかこの競争というのは、その、えー、っと、正しい道を歩むという競争ですね。そして、第二章には、第二節には、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでください。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、 十字架と忍び、十字架を忍び、神の御座の、えっと、右に着座されましたというふうに書かれておりますね。私たちはどうやってその罪から、えっと、有利を持てるかといいますと、神様、イエス様の義を見つめ続けることですね。ですから、ただ単に罪の報酬から解放されているだけではなく、罪に、罪のことを戦う会があるだけではなく、 ね、私たちはこの慎みの例があるからこそ罪に操られなくても良いのです、ね。ローマ人の手紙の第8章の第1節にパウロの有利の言葉が書かれておられます。これはローマ人の手紙の第8章の第1節ですね。セシナにはこういうふうに書かれております。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら。 キリストイエスにある命の御霊を原理が罪と死の原理からあなたを解放され、えっと、解放したからです、ね。肉によって無力になったため立法に破れ,き、えっと、破れきなくなっていることと神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような体をお使わしになり肉において罪を 出発されたのです。ね。続いて第4節には、それは肉に従って歩まず、見たまに従って歩む私たちの中に、立法の要求が全うされているのです。肉に従う者は、ね、えっと、肉的なことをもっぱら考えますが、見たまに従う者は、見たまに属することをひたすら考えます。肉に思いは死であり、見たまによる と目玉による思いは命と平安です。見た目玉のことを思うことこそ平安なのです。私たちは罪に操らなくても良いのです。ね。この世界にはね、どうしても罪をしてしまう。どうしてもね、罪をしてしまって私たちはどうやって正しいことをできるかというふうにそれを言い訳にしていますけれども、私たちは イエス様のことを、イエス様の名前を心で信じて、ね、口で認めて、初めてこの慎みの礼をもらうことができるのです。私たちは罪にもう操らなくてもいいのです。あなたはね、罪の奴隷ではないから、それからこそ罪を戦い、罪に対して戦う会があるのです。クリスチャンとして罪を戦い続けましょう。どうもありがとうございました。 結ばれで真実をご覧いただき誠にありがとうございます一緒に神様の真実に結ばれましょう